皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は種まきに使うプラグトレイセルトレイについてお話しようと思っています前回の動画で秋にまく花の種をご紹介しましたこのプラグトレイに種まき用土を入れてその上に巻いていきますたくさんの草花を育てている方や家庭菜園を楽しんでいる方にはおなじみのこのプラグトレイセルトレイですが どのようなメリットがあるのでしょうかまたデメリットについてもお話しますその後今回は黒いプラグトレーと白いプラグトレーを購入しましたがその購入した理由についてもお話します園芸ガーデニングに興味がある方や種から植物を育ててみたいという方はぜひ最後まで動画をご覧ください プラグトレイ、もしくはセルトレイと言われる資材は、種まきの時に使われます。ご覧のように、小さく区切られていて、この中に種まき用土を入れて種をまきます。呼び方は違いますが、プラグトレイもセルトレイも同じものを指します。セルというのは、四角く区切られていることから、プラグというのは、育った苗を差し込むように定食できることから名付けられたようです。 今回は黒いプラグトレイと白いプラグトレイの2種類購入してみました黒いプラグトレイの方が一般的ですよね白いプラグトレイは夏の高温期に種まき育苗をする際に使われます白は光を反射する色なので温度上昇を抑える効果が期待できるからですではこのプラグトレイ、セルトレイにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか まずはメリットから見ていきましょう。プラグトレイ、セルトレイのメリット一つ目は、移動できるということです。当たり前のようですが、とても重要です。小さなビニールポットも用意しました。ビニールポットでも種まきや育苗をすることは可能です。 ブラグトレイやビニールポットなどは、天気や気温によって置き場所を変えることができますよね。地面に直接種をまいた場合には、それができません。種の発芽には、水と適切な温度、空気が必要です。高校生種子の場合には、日光も必要です。それらの条件を整えることで、発芽率を高くしたり、揃った状態で発芽させることができます。 発芽した後の育苗管理も同様です。できるだけ生育適温に近い環境を整えたり日照時間を調整したりすることでより状態の良い苗を育てることができます。それらの栽培環境を整えるためには置き場所を変えられるというのが大きなメリットになりますね。 プラグトレイ、セルトレイを使うメリット2つ目は、根を傷めにくいという点です。プラグトレイをひっくり返してみました。ご覧のように均等に区切られていますよね。こうなっていると、種から発芽して根を伸ばしても、他の苗と根が絡むことはありません。苗がある程度育ったら、ビニールポットやプランター、花壇や畑などに定食することになりますが、 それぞれのセルが独立しているので、植え付けもしやすいです。また、その際にも苗同士の根が絡んでいないので、傷つけにくいというのはメリットですよね。一方で、プラグトレイ、セルトレイにもデメリットがあります。それは水分のムラができやすいという点です。 先ほどメリットとして一つ一つ区切られているので、根が絡まずに痛みにくいとお話ししました。その区切られていることがデメリットとなるのが水分のムラです。例えば地面に種をまいたりビニールポットに撒く場合には、種に対してたくさんの土があるので水分が安定しますよね。ところがプラグトレイの場合、 一つ一つの区切られたセルの中に入る土はかなり少ないですよって水分の管理がやや難しくなります均等に水をかけたつもりでも一部かかっていなかったということはよくあります区画内の土の量が少ない分水分の管理には細心の注意が必要になりますね プラグトレイ、セルトレイのメリット・デメリットについてお話しました。では、なぜ今回プラグトレイを購入したのか、その理由についてお話します。それは、種をできるだけ無駄にしたくないからです。最近購入したビオラの種ですが、内容量を見ると0 2ミリリットルとなっています。正確には何粒入っているか書かれていませんでしたが、できるだけ無駄にしたくありません。 今回は128ケ穴と書いてケツと読みますその128穴のプラグトレイを2つ購入したので全部で256ですね一つ一つ種をまいていきますかなり手間はかかりますがプラグトレイならその後の育病管理を効率的に行えるので頑張ってみようと思っています プラグトレイ、セルトレイを購入した理由の2つ目は栽培実験をするためですご覧のように白と黒2種類のプラグトレイを購入しました先ほどもお話ししましたが白いプラグトレイは気温が高い時期の種まきや育苗に適した資材と言われています果たして黒と比べて本当に効果があるのでしょうかビオラの発芽温度が15度から20度なので まだまだ高温期といえるこの時期に栽培実験をしてみようと思いますまたパンジーとビオラの種まきに関しては副土についても実験しようと思っていますどちらも高校生種子といって発芽に日光が必要な植物なのですが副土のあるなしでどれくらい発芽やその後の生育に違いが出るのか見てみますまた一般的にはバーミキュライトで副土をすることが多いようですが その他の資材、例えばもみがらやパーライトなども試してみたいと思っています。それでは今回の動画のまとめです。プラグトレイ・セルトレイのメリット・デメリットについてお話し,しました。ある程度まとまった量の種まきやその後の育苗をする場合には、プラグトレイは欠かせない資材ですよね。 置きき場所をををを変えええて温度や日照条件などを整るるここととでで発芽を揃えたりりその後の後生育をより良くすることができますがま小さく区切られた中で独立して苗が育つので根を傷めにくい点はメリットですが区切られていることによってそれぞれの土の量が少なく水分のムラが発生しやすい点がデメリットですプラグトレーを使う場合には水分管理が重要になってきますね。 うまく使って種まきとその後の育苗を成功させたいと思っています。